5月1日です。ロックダウンが明けてね、飛び出すように釣りハウスに来てます。いやー、来たかったな、ここに。セミの声、戻ってこれました。今朝の10時前だけど、今日はね、満潮ですね。透き通った水すごい、 いや気持ちいいです。なんか昨日までロックダウンって言って、うちから出ちゃいけませんってことで、まあどこ行くって言ってもね、行く場所限られてるんだけど、今日から GCQ ってことになって、まあ一応ジェネラルコミュニティクアランティンですか、なって、一応ね、外出の規制っていうのはちょっと緩くなりましたね。レストランでもね、食事ができるなんていうことで、早速ここのね、ツリーハウスに来てるわけですが、なんだろう、ここに来れるようになったっていうだけで、なんか全てが解放されたような気分になってるっていうこれもおかしいですよね、我ながら。うん、なんだろう、でもこれなんだろうな。例えば日本にいた時に求めてたもんとか、それが今ね、ここでまたこういうことができる、こういう行動をね、復活できるってことで、なんか満足しちゃってるのかな。未だにね、日本に行ったりとか、マニラに行ったりとか、そういうことはできずに、パラワン島の中に閉じ込められてるわけですが、去年ね、マリアのプロモーションビデオ、アンディが作った音楽でね、ビデオを公開したりしましたけど、その中で、トラップトインパラダイスっていう曲があって、まあトラップって罠っていう意味ですけどね、パラダイスに、まあハマってる俺たちみたいな感じですけど、やっぱり天国なんだろうな。ここに来てね、こうやって周り海ですよね、マングローブの林があって、ここに来てるだけでパラダイス、望んでた環境に今いられるわけだから、これ以上望んじゃいけないのかな、なんてことをね、今しみじみ思ってます。マリアはね、またこれから貝拾いで、また真っ黒に日焼けして背中の皮むけたりしちゃうんだろうな。今ね、5月1日で、まあ真夏ですね。直射日光の下に出ると肌がね、じりじり音立ててるんじゃないかってぐらい暑い日差しです。ものすごいいい天気で、今満潮でね、スコーンと水も透き通ってますね。ロックダウンの間ね、まあうちから出られない、友達のうちにも行けないってことがすごくストレスであって、これが終わったらっていろいろ考えてて、ロックダウンが終わってすぐここに来たわけですが、その間でね、やっぱり医療体制のこととかいろんな問題が出てきて、ニュースでもやってるし、日本って安全だよなってね、その医療の面ではね、そんなことも考えたりしてましたけど、やっぱりね、なんだろう、長く生きるっていうより、僕はここでこうやって自由に生きるって方を選んだわけですね。まあ自分がね、本当に体調悪くなったら考え変わるのかな、ちょっとわかんないですけど、僕はでも、どう生きるかってことをね、一生懸命生きてます。パラワン島でフェルトプリンセサで、なんか今日はね、晴れ晴れした気分です。またセミの声も響いてて、ここに入れれば満足なんだな、やっぱりってしみじみ思ってますね。まあでもね、やりたいことはいろいろあって、移動もしたいし、いろんなことをね、本当にこのパンデミックの状況が終わったらやりたいなんてこともね、あれしたい、これしたい、ここに行きたいっていうこともたくさんありますけど、でもなんかこうやって自由に海に来れる、
このパラワン島のね海に来れるっていうだけで、一番大事だったところ、一番大切だったところを取り戻せたような感じを今ね受けてます。なんかそういう感覚です。うん、いろんなこと早く片付いてほしいですけどね、とりあえず今ねすごくなんか海の匂い嗅いでね気分いいです。この後またご近所さんのねアンディ、スイス人のアンディとリタがねチャパチャパ歩いてねこっちに来るはずです。今日はねこの今マイクロビーチ、マイクロテルか、今日はねマイクロテル、ホテルの方から入ってます。あのエメラルドビーチってあのエントランスフィー安い方のところはねクローズになってたんで、だから余計ローカルの人が入ってこれないのかな。このビーチ見渡してね周囲僕ら二人しか今いないです。聞こえます？セミの声、まあ一年中聞こえてるんですけど、なんか今日は特にねセミの声が優しく響くっていうのかな、そんな感覚受けてます。とりあえず僕がね今日はもう嬉しいっていうことだけを言いたくてこのビデオ撮ってます。おにぎりをね7個8個あとマンゴーをね剥いたのを持ってきてます。今ねマリアはリタにね着いたよってねメッセージを送ってますね。アンディとリタがこの後ね来ます。早速ねあの何インディアンメンゴ、うん、インディアンメンゴアヌイトバゴン、はい、バゴンとねインディアンマンゴー食べてます。シャラップあシャラップあ、木漏れ日からね直射日光が顔に来ちゃってます。今ねこうやって過ごしてますけど、一応、バランガイの方から市の方からは、ボランティアホームクアランティンにしてくれなんていうねこうアナウンスがされてます。まあ自粛ってことですね、日本風に言えば自粛要請、まあ、なるべくうちにいてくださいってことですが、僕らこの風通しのいい安全なところにいます。これ誰もいないんでね、暑いな。レッツイン、あ、泳ぎます。ちょっと暑くなってきちゃった本当に。よいしょ、のんきに過ごしてます。アンディとリタ到着。満潮だからね歩くの大変そうだな。Thank you for everything. We'll keep you on the first day.
And they have this past 2 weeks lockdown. It's like, you know, like 1 year ago, it was like, you would feel it only temporarily and you would just, just accept the situation. But now it's more than 1 year already. Yeah. And it somehow even gets worse. I mean to say, they want to introduce this COVID sheriff that are even allowed to give penalties to people. When you look at us, we look 10 years older. He's not only one, but I look 10 years older. You know? But I still look 28 years old. Yeah, before you look 27. Why? We cannot do anything in these past 2 weeks. Now I figure out what's important for our life. Huh? Like this. This is so important for us.